回ってますよ。何ですか？何で回したの？君が回したんだ。じゃあ何よ？君のパソコンの話が聞きたいな。別に何もないんだよ、話すこと。なんで知らないもんね、その知らないもん、その経緯を知らないよ。ほら、じゃあ話してごらん、ほらなんてくざいやん。いやいやいや、え、なにこいつ、これやばくないっすか？うん、怖い怖い、ちょっと待って。でも、自由自由だよ。なんなの、自由すぎるよ。ちょっと眠くなっちゃった。あれ、珍しい。自由すぎるよ。ケイさんがいつもさ、やるじゃん、うん、たまにこう、いや俺眠いからっつって、それをちょっと俺バージョンで。ああ、そういうこと。そう、ちゃんとほらいいけど、話すことないよな、お前。え、なに、どうしたの。いや、でも、その、いやいや、俺らの中では完結してるけど、みんなは何も知らないから、知らない。パソコン買うってことは、うん、なかなかとのことですから、それを全部、うん、申してあげて、差し上げて。じゃあ、今回は僕がパソコン買いましたってお話。ケイさんがパソコン買いました。なんで、なんでですかね。お前、話すの下手かよ。散々やってきたでしょ。まあ壊れちゃったんですよ、簡単に言うと。そう。え、急に壊れるもんなの。うん、なんかね、徐々にぶっ壊れてきたって。原因は私が把握しています。はい、タンスさん。なにこれ、え、これ行く、これね、これ行く、これ行く、本当に行きます、本当に行くなら行くけど。行くよ。行く行くよ。はい。はい、ゲイガスさん。私が把握しています。はい、タガスさん。はい。なんだよ。ことの経緯は、まずケイさんから1枚の画像が送られてきました。それは、真っ暗な画面に白い文字が3行ほど書かれておりました。それは全て英語でございました。やたらと、デンジャー。びっくりびっくりびっくり。危険なんだなと分かる画像でした。こんなの出るの、こんなの画像で出るのという画像でした。マジで、何それ。デンジャー、そうそうそう、デンジャーって。おい、やばいって言って、びっくりして、やばいやばいやばい、もう PC がいかれた、やばいとか。ダメだっつって、デンジャー、びっくり、びっくり3本ですよ。お願いします、海賊団と。そこぐらいですよ、びっくり3つ。マジかよ、珍しくない。だから急に電源落ちるんですよ。作業中にブンってシューンっつって、編集中とか怖っ、ブラックアウトして、怖っ、で再起動かかっちゃって、でその文字が出るわけですよ。再起動かかって、その文字怖くね。でそれがもう乱発して、頻発して、もう何、本当にすぐ触ったら落ちて、1日2、3回あったりとかも全然あって、怖っ、もうダメだと、もう限界ですっていう感じだったんですね。そう、すごい細かい話をすると、CPU を使いすぎて、え、そんなの、多分もう熱暴走ですね。そんなことあるの。熱暴走ってか、脳みそ溶けちゃったんだろ。そう、要はパソコンの脳みそが CPU って部分なんだけど、そこはもう溶けてます。デンジャー、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 デンジャー。溶けてるかどうかわからないけど、多分そういう状態ですね、もうね。すごいな。CPU なんちゃって出てて、ちょっと文章忘れたけど。すげえな。だからもうやられちゃったんで、買いますって言ったんです。いやだって言うて、ケイさんがもともと使ってたのが、俺が一番最初に YouTube 始めるっつって買ったデスクトップなんですよ。うわ、逆にすごい。そう、長持ちしすぎじゃない。5年以上使ったじゃない。マジで使った。毎日フル稼働5年ですよ。人間でだからもう死んでるよね。え、それ高橋さんも入れて5年。そうそうそう、いや買ってた。俺が最初1年ぐらい使ったんだっけ。ああ、そんなもん。で、その、いや1年弱か、でもう1台買ったんですよ。で、こうそう、スライド、お下がりして、スライド、お下がり。で、俺もそれ使ってて、俺はもう1代目ダメになりました。で、2代目になって、今もう3代目かな。へぇ、まあ、最初にケイさんそれ言ったら4代目だけど。あれ2代目だった、この前のが。あれ実質、え、今うちでトータルで4台全部買ったんですけど。全部4台、すげー。あ、そっか、あれ2代目か。そうだよ、で、2代目の方が早く死んでるからね。へぇ、2代目の方死んだ。それもやっぱり、あ、まあ死んではなかったね、君の方。この間、今、家にあるでしょ。そう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 、死んじゃいない。死んではないんだけど、まあちょっと買い替えだ、スペック的にはちょっとしんどいからっつって一回差し替える。だからそっちはまだ使うことまで使えるよね。使える使える。で、一応保護っていうか、お家にある最悪のケースで育ててるけど、僕のは完全に。へぇ、そんなことあんだ。そう、怖いね、 CPU 落ちるって。だから急に電源落ちるんですよ。で、その CPU を冷却しなきゃいけないんですよ。だからその、いや、脳みそを冷やす機関があるんだけど、ファンに。それが空冷システムって言って、いや、まあちょっと水冷と空冷があるんですけど、水の、いや、水で冷やすか。え、いや、もちろんプシュじゃないよ。放水開始プシュじゃないよ。バカじゃん、そんなの。やばいこと言うな。違う違う違う、中が水か、その、何、冷やす、いや、こう冷やすじゃん、この中が水か空気かって話。
水入れてもいいの？違う違う違う、こん全然わかんない。車とかも大体わかりますよね、イメージで。あ、車わかる。男でしょ、君。車わかる、ね、そう、そんな感じだと思います、多分ね。車ついてたっけ、クーレって。車はなんか水があったかもしれない。ラジエーター、なんだっけ、なんかあったかもしれない。あ、そういうのがあるんだ、液体が。液体バージョンか、空気バージョンか。液体売ってんだ。売ってんじゃん。液体って、そういうシステム。システムね、システム。どっちから選ぶんですよね。で、Kさんの場合は、その空冷か脳みそだけで、もう一個脳みそがあるんですよ、GPU っていう。おで、そこで両方書き出ししてれば、脳2個使って書き出せるんですけど、Kさんもう1個の脳みそで、ってえ、なんで GPU 使わなかったの？いや、それはスペック的にシステム上使えなかったの。そんなことあんの？そうそうそう。てか知らなかったんですね、あの使い方を。いいのも？あ、まあね、いや、裏技を知ったって感じ。本来使えないんだけど、こっちをね、こっちを使うためにはちゃんとしたっつって言うかね、このソフトじゃなきゃいけないみたいな。けどその劣化版ソフト、別にこれは非公式じゃない、ちゃんとしたソフトなんだけど、それでは、この GPU を使えない基本は。けどなんかまあプラグインとか無理やり入れ込んだら、あれいけんじゃんっつってやってたら、もう店長やってたら多分何だって、やってたらじゃないと思う。プログラム自体が多分悪いっていう感じじゃなくて、もうそもそもハードの問題だと思うよ。そんな、それを両方動かすことによって、でもボーンってなったもんね、やっぱり。いや、普段使わなかったらバーンってなったもんな。CPU 自体もこうなったんじゃない？じゃあそれは頭を冷やさなかったんだ。多分そう。で、あとは、それで水のやつで冷やせばいいんだ。まあ、そっちの方がスペックは高い、その、冷却システムとして。そのプラグインを入れ始めてからブラックアウトするようになった、たまにね、まず。じゃあ、それも原因かもしれない。それを入れた瞬間、今まで使ってた量の仕事をさせるようになったから、もしかしたら要はそもそも対応できないスペック、スタートがね、スペック的にしんどいのをいきなりこう無理をさせてたケースかもしれないです、ね。GPU 使わない方が良かったんだ。いや、まああれは無理やり行くよ、裏技だもんね。ああ、そういうこと。でも今も裏技して壊れたわ、じゃあ。ちょっと分かんないね。で、裏技だけど、でも使った方がいいんだ、GPU はやっぱ。いや、でもそもそも裏技をする前に筋トレしてないやつにすげえ重いのを持たせたって感覚じゃない？だから前のパスは。まあそれはもちろんあるよ。だから、っていう。あ、やってるところに、そもそも、今のスペックコードしたら、頭がね、前の。あ、そんなバカなんだ。多分5年前だから。バカなんだ。5年前はこれがすごい普通だったんですよ。バカなんだ。そう。今はでもこういう人が出ちゃってるんで。GPU?だ、どういう顔なの？今のが GPU、CPU。今の CPU です。GPU ちょっと出して。GPU、当時がね。GPU さん？あ、GPU。CPU さん？CPU さん？あ、ちょっと違う。え、じゃあ CPU か。GPU は割と分かりづれえ。え、俺 GPU の方がでも好きだわ。分かりづれえよ。でも GPU の方がいいよ。CPU さん？あ、CPU の方が違うよ。GPU の方がいいじゃん。分かりづらい。俺 GPU。でもめっちゃ多いっすよ。GPU。分かりづらいわ。はい、CPU。はい、CPU。CPU。なんか、CPU。わかりづらいわ。それなんか料理人例えてたじゃん。なんつったっけ、君。料理する人がどうのこうのって例えてたじゃん。うん、そんなの言ったっけ。おい、忘れて、あれが一番わかりやすかったのに、すげえ忘れてんじゃん。何料理人が。CPU が料理人だとしたら、メモリーがテーブルで、ああ、はい。HD が容量で、GPU さんはその間どこに当てはまるんだっけ、包丁とかにはなるって言ったんだっけ。いや、まあ、包丁専門コックみたいなイメージ。は？包丁専門コック？いやいや、例えば分かりやすい。何？包丁のコックの？ CPU さんは料理人。じゃあまず動画を書き出す。はい、パンはこれが必要です。それが必要なために分解し、いや、それが料理って言ったときです。はい。一本納品します。料理を。料理をね。料理を。で、作る人がいっぱいいますと。で、まず作る人が必要でしょ、一人。これが CPU さん。CPU さん。私が作ります。で、昔の人は？昔の人。昔の人は？ああ、いいよ。あ、じゃあ、作れない。あ、じゃあ、作れない。え、絶対作れないよ。じゃあ、作れない。痛い、痛い、痛いよ。昔の人に言い返して。今、私が作ります。今、こうです。で、昔それでやってて、机も、こんなんす、だからもう一人暮らしみたいな。狭い。一人暮らしのキッチンでこんな狭いキッチンとかあるじゃん。それがメモリス、メモリ。それがメモリか。作業場がメモリスだから。で？で、で、ハードディスクとかって引き出しです。冷蔵庫だよ。冷蔵庫、そうだよ。で、そこもちっちゃいから、もうぎゅうぎゅうのとここうやってやって、狭いなで、狭い。こんな顔して。狭いな。GPU さんもいなかったわけ。GPU さんいない。いない。で、今は？で、今 GPU です。はい。何？包丁専門さん。あ、なんかそういう。いや、それ、2人で今やってる感じです。
あ、まあじゃあ包丁専門っていうか、まあなんだろう、まあ、頭が2個あるんですよ。けどこの人は画像処理しかできないです。だから、はい、まあいや包丁、まあそれ画像って途端に1個しかできない。いろんなことができないんだ。そうそう、お寿司屋さんにいる寿司飯で作る機械いっぱい出してきて分かんない。なんでなんでどんどん例えが下手くそだ。例えすぎちゃってる。例えすぎちゃってる。1人ではないんだよね、 GPU さんは。要は料理人がもう1人いるってイメージではないでしょ。え、まあだからイメージでしょ。え、頭使う。いや、同じ処理人でしょ。あ、女子だりみたいなもんなの。まあそうそう、女子だけど、でも画像しかできないでしょ。画像専門の脳みそって感じ。はい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 。写真が分かる。歌方がいいんだよね、でもね。歌方がいい、もちろん。歌方が早いもんね。歌方がいいの？もちろん。でも、ここで揉めちゃうことはないの？なんかさ、いや、俺こう切った方がいい。いや、俺こっちだって。大丈夫、大丈夫。そこは大丈夫。いい気はあるの？字が合わないんで。だってそれはもう上司と部下みたいな感じだよ。あー、絶対。でも不満は持つでしょ？経済みたいな。大丈夫。不満とかは大丈夫。絶対ますよ。不満は大丈夫。あー、俺も料理したいんだ。あー、俺も気持ち合わせられるんじゃないよ。そんなことない。私も CPU になりたいって言うかもしれない。ないの？その後映画撮れるから。ピクサーとかでできる。ちょっと前のだから古いパソコンでもその一応あったけど、あったけど、この人はまだこんえこんな弱い。じゃあ普段の人たちは GPU を使ってない、みんな世の中。いや基本の PC は GPU、 そんなスペック、あの超あの何小人がいます。え、子供レベルの GPU がいます。そうなの。普通のパソコンじゃあ普段は使ってないんで、ほとんど普段使うことはそんなない。だ動画見ても別にそんなに使わないって。動画編集とかゲームしない限りいらないでしょ。いや、いらない、その GPU 自体が。画像処理でしょ、だから画像処理。ゲームとかゲーマーさんとかはそれが高くないとゲームがカクカクしちゃう。そうなんだ。こうやって10分超えなきゃ GPU で決まっちゃうんだ。そうそうそう。でそれが滑らかにこうやって動くのはゲームパソコンとかはそこが強いはずです。だからゲームやったりとか動画編集する人はその GPU、 2人目のその画像専門を見るんだ、ちゃんと多いスペックちゃんと積まないとカクカクしちゃう。しでそれを書き出しにも使うようになったってことだよね。そのアドビプレミアプロは書き出しに使えるんですよ、うん、いや2人で料理はできるんですけど、編集だけやってその何オーブンは使えないみたいな、なんかややこしいんですけど、まあ、書き出しができないみたいな、その GPU は。でも GPU も書き出しに使えるよってことになったんだよね、そのあれがね、うん、アドビの方はね、もともとそのプロは、うんうんうん、でも前のパソコンでもなんでだからそれ自体がキャパオーバーだったのかな、もうその GPU さんを使うようになっちゃって、うん、もうそもそもがそれでキャパになっちゃってブラックアウトしたの可能性はあるよね。そんなこと大きいんだね。あるんじゃ。要はだから例えばもう料理する部屋がクソ狭かった状態で GPU さんを動かしたみたいなイメージなのかもしれないね。CPU さんと GPU さん、うん、また部屋出てきちゃうとまたややこしい。部屋は何？部屋は出さなくていい。部屋は何？部屋はあります。部屋は何？部屋は部屋は何？部屋もトータルスペックです。トータルスペック。トータルスペック。もうややこしいな。例えがどんどんややこしくなる。部屋は何？いや部屋は忘れて。まっさら、もう草原です、草原。草原です。草原で草原で作ってると思っても。マジか。でも草原理論だと壊れるのもおかしくなっちゃうんだよね。そうだよね。違う違う。違うよ。だからその GPU さんと、そのCPU さんが喧嘩したパターンもあるかもしれない。喧嘩したんだよ。そっか、そうだよ。しわ喧嘩だ。だからちょっと本来のやつじゃないやつだよ。やばいじゃん。そしたらやばいじゃん。今やばいじゃん。それ喧嘩した。だからそこが分かんない。喧嘩しない人大人だから。もう一人いた方がいいんじゃない？3人いた方がいい。いやいや、ややこしいな。なんでもう一人いんだ。でもそっか、 CPU さんも GPU さんもレベルが上がって、レベル上がってもうまあ大丈夫でしょうっていう武力行使じゃなくてちゃんと会社で話し合うんだ。そもそももって人たちから俺がやるよ、俺がってなってるのかもしれない。っていうことで壊れたかもしれないし、そもそもその人たちを働かせすぎて、その人たちが鬱になっちゃったし、過労死したの。それはあるかもしれないね。二パターンだと思う。壊れた理由は。確かに確かに。無理やり行使させてるのか、そもそももう老朽ってことだよね。だからその人たちがどんどんもう年取っちゃったパターンだよね。マジか。ハードワークができなくなったっていう。で今ハードワークさせてるけどまだ強いから大丈夫ってケースもある。その分3年でぶっ壊れるかもしれないし、ね、休みも必要だ。そうだね。確かにその可能性はあるよ、ね、だからあの本当に細かくやった方がいい、ホコリの中のやつは。そうなの。まずだからそのだから CPU がまず熱でぶっ壊れちゃってるわけですから。そのホコリ、さっきのことは何だっけ、話戻るけど空冷と水で、そうそうそう、水でなんか冷やすみたいな。そうだからあの中が空気を取ってるこの空気、うん、ファンで冷却システムじゃないですか、うん、そのファンのそとこに周りにね、ホコリがホコリめっちゃついちゃって、だからもう熱がさこもっちゃって、だからエアコンなしでやらせてたんです料理。エアコンなしで
熱そうそう。もう換気締め切って、本来であれば換気扇回して、このファンシステム、中の熱を下げるのに、それが、エアコンがないんだ。エアコン、そう、エアコン壊れて放置してる。なんだよ、つけた方がいいよ。ほこりを手、こまめにね、やっぱ取ったりして。1、2ヶ月に1回かな、あれちゃんとやらないと。ちゃんとやらないと。ヘアスプレーでね、収冷却システムぶっ壊れちゃう。それはあるかも。マジか。ほこりって意外と厄介。それが水のやつをやればいいんじゃないの。まあ、数例にあげても、でもまあ結構するんですよ、それは。値段も上がっちゃうし、めんどくさいんでね。もう買っちゃったしね、空冷で。そうなの、うん、そんな違うんだ。うん、空冷で。で、数例に しようと思ったんですけど、なかったっけ？なかった。あの、チェック具が付けらんない。そうそうそう。あの、選んだんですけど。まあ、商品によって変わってきたりするんですよ。あんまじゃあやらないんだな。いや、意外と。まあ、でも、いや。あと多いでしょ、でもね。あった方がないよりは、もちろん、もちろん、それはスペックは。じゃあ、あそこのなんかエアコンみたいないの？あそこに付けるやつ。あ、だそれがその空冷。あ、空冷？外からもできないの？外からってでも霧ヶ峰とかで売ってんじゃない？そういうの。いやいや、じゃあ部屋のエアコンつけて空冷してとか普通に PC の電源入れりゃ済む話だよ、それバカだなぁ。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 確かに分かんないですよね、しパソコンとかね。難しいよね。超俺も勉強します。冷やさなきゃいけないっていうのはすごいね。不思議だね。書き出しがすげえやっぱり熱持つから。そうだって唯一書き出しだけやっぱ音するもん。今は新しいのすげえ静かなんですけど、うん、書き出しだけやっぱふわーって言い始める。そうだから前のパソコンは通常起動だけふわーって言うんでもうやばいっていう。多分もう詰まってたんだよ。そうあのしかも新しいのすごい、すごい小さいね。びっくりしちゃった。ちっちゃいの下になかったの。私あそうなの。サイズがもう3回りぐらいだって。そんなに。だからあの言っちゃえばでかいグラボとかが詰めないわけ。ああ、もう要は差し替えるときはでしょ。そう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 。でももうそんなことはしないから、今日。うん、重ねてめんどくさいからしないから、うん、もうあれで使うから、うん、すごくこじんまりして、あれなんか小さくなってる。なんかそれにしたね、確か。なんかすごい快適だから、机の下が。へぇ前のやつでかいのに、箱はでかいし。なんか空洞だったもんね。そう、もうスカスカだから、意味がない箱なの。へぇじゃあ一回、月に1回ぐらい開けて何きれいにするの本当は。の方が絶対です。まあ月に1というやつね、もうちゃんとやった方がいいかもしれない。そろそろ。マジか。すっげえほこりやばいことになります。あれ本当に。マジか。シューって私がブワーン。マジで。こんなたまるってぐらい。前なんか動画で開けたよね。やったって。セカンドだったかな。忘れたけど。もうシューってあれやるじゃないですか。ノヤダスター。もうブシャー。そう。掃除機でこのこっちから向かい浮かないと。シューってやったの。歯医者です、歯医者。歯医者。無駄に吸いながら、爆乳、シューってね、やんないと、もう、よかった、えげつないことになる。そうなんだ、知らなかった。そうそう。意外とね、大事ですね。ほこりを、ちょっと、片付けようっていう。片付けよう。はい。そう。そういうこと。片付けようって話。あれ、君のパソコンより小さいじゃん、あれ。ちっちゃいよ。俺はちょっと、やっぱあのね、なんででかいの、あれ。GForce のあれが大きいんだよ。グラボがでかい。グラボがでかいと、結局、あれに詰めないんじゃないかな、多分。ああ、え、逆はいけんのかな。だってちっちゃいじゃん。そっか、グラボ問題か、あれ多分グラボが結構でかいの。だからこれを入れるにはだってそもそも入んないじゃん。でかい方がいいんじゃないの。いや、そういうわけでもない。グラボでかい方が、そういうでかいとかは優秀なんじゃないの。わかんない、その辺のグラボの大きさの比例はわからない。でもこう、まあまあ、そっか、難しいよな。そんな感じです。いいなんだね、パソコンってね。そう、いや、意外と YouTube はパソコンちゃんと調べるといけないっていう。あれがなきゃ、星さんでいうところなんだい。もうあのあれがないようなもんすよ、あの三名学の本が。ああ、なんかわかるような、わかるけど。でも、買いあるよ。それ違う、なんかネットとかで探せばわかるけど、それでダメ。ダメです。占い師で例えらんない。普通にパソコンがないでいいと思う。仕事で使うパソコンがない。パソコンがないの、何、なんでパソコンじゃないの、例えて。だってパソコンなくてもできるでしょ、最悪。できるけど。でしょ。まあできる。でもあった方がいい。うん、あった方が助かる。その前どうなの。じゃあもう、分かった。お客さんがいないんだもん。いやいや、それはまた別だ。それはまた別だ。生年月日教えてもらえない。なんだよ、それ。お客さんが来て、よう、教えの生年月日。あ、いや、でも。で、よって教えなくて。確かに、占い師で例えないですね。例えないわ。技術職ってか、なんか、あれじゃないもんね。道具が足りない。道具じゃない。感じだもんな、もう PC がないと。なんて言うんだろうね、本当にね。なんて言うんだろうね、占い師で例えられない。占い師で例えられない。例えられない。難しいよ、それ。難しい。占い師だと思う。すべてだ。YouTuber にとってすべてだ。他の職業になってください、一回。そうすれば分かる。一度ね。一度。なるまで終われません。一度。なるまで終われません。意味が分かんない。この動画終わらない。なんだよ、星さん。例えないと。じゃあ、もう星さん、じゃあ、星さんが大工さんになったと。おー、大工はちょっと無理。
無理いや無理一回なってよ、まあ、いや簡単で甘く考えすぎて大丈夫例えば俺にちょっとバイトとかやったんだけどだから難しい無理だなじゃあおっさんがラーメン屋さんうわー苦手もう今いいよ苦手もう何これ何こここのパート何苦手今何が始まってんの今すげえ苦手パソコンの重要性教えないどうでもいいどうでもいいよパソコンの重要性どうでもいいよもう大体わかるでしょもう YouTuber にとってはパソコンでいいよもう例えなくてそれいやでも重要性伝えたいこういうの伝えたい苦手お寿司屋さんの包丁かお寿司屋さんの包丁がないみたいなことじゃないおっさんじゃあお寿司屋さんお寿司屋さんえー苦手なけど前やるかなやってみようかなお寿司屋さんになったとして包丁あーやばい失敗したなんだよなんだよもういいよなんでもなんでもなってくれよじゃあ占い師やっぱ例えろ無理だよ意地でも占い師例えろ例えらんないよ、まあ、占い師で例えたらもうあれです脳みそがないようなもんですそれ人間として死ぬじゃんそれ。なにそれ占い師そもそも職業関係ないそれ。なんで何にもそれこそしたらってなるよなんで何の話だよないよなやばいじゃんやばいっすから自分ダメです占い師で例えたらそんぐらいパソコンやばい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 、あーでもできるかなうまくいきゃできるかなできないうまくいきゃできるかも脳みそなんかできないよあーうまくいきゃできそうでき今できそうできそうできそうじゃあ全部できるよ視野もラメも全部できるじゃん脳みそなんとかなんだ全部できるなんだこれでも占い師で言うと本当にだからスキルがないようなもんじゃないですか簡単に、まあ、今お全部忘れるみたいな全部忘れた状態でもう一回占いをしないといけないっていうそういう感じじゃないそれが YouTuber にとってのパソコンは命ねだってなきゃアップできないんですからアップできない確かにまあまあねそうそう動画をもうアップすることだネット環境ですらそうですから確かに両方ですよ PC ネット環境これがなきゃ俺ら死にます簡単に言うとやべえじゃんもう届ける術がないんでやべえなそのぐらい重要だったんですよやべえなちょっと高かったんで星さんギャラから引いてなんでだよ引かれますなんでむしろマイナスなんて請求書なんでだよ来月お支払いいただきますなんでやばくおかしいだろ星さん今月の給料はマイナスいくらマイナスなんでだよ意味がわかんない意味がわかんない俺も買ったんでこの間意味がわかんない年の初めに買ったんできます意味がわかんない引いてくる意味がわかんない借金ありますから星さん借金なんでかかるんだなんで俺借金したんだよよくわかんないしかも星さんじゃねえのしやばいっすね自分のならまだブラック企業でもそんな聞いたことないのになんかでそれやば絶対無理だよ絶対無理だよ分かりましたかおっさんじゃあ分かった脳みそね占い師言う脳みそそこまでいくか分かんないけど占い師言う脳みそ、はい、スキルですねスキルね占い師言うスキル言った脳みそうんがもう壊れちゃった壊れちゃったことそういうことですそういうことはいはい。結果パソコン買ったようでした。はい。本当は撮らないつもりでツイートしちゃったんですけど、まあ撮りましたからね、みんなね。はーい。こういう内容でした。はい。あ、やばい。最後の何なの